2014年クリミア危機ロシアのクリミア侵攻ロシアのクリミア侵攻は2014年ウクライナ騒乱が発生して以来ロシアがウクライナ南部のクリミア自治共和国に対して行っている軍事行動である。2014年2月27日武装勢力が地方政府庁舎と議会を占拠。翌日には首都シンフェロポリの空港が占拠される。 ロシアは否定しているが、この武装勢力は、ロシア軍である可能性が高いと見られた。ロシア系武装勢力が占拠する中で、クリミア議会は、ウクライナの暫定政権を承認したアナトリー・モギリョフ、自治共和国首相を解任し、新ロ派のセルゲイアクショーノフを新首相に任命した。クリミア議会による自治共和国首相の解任、任命は、自治共和国憲法で規定されている。 ウクライナ大統領の同意を得ていないことや、首相解任、新首相選出は、ロシア系の武装集団が議会を封鎖する中で、非公開で行われ、出席議員の数は、定数の半数以下だったとの批判が出ているため、正当性が問題視されている。3月1日、クリミアのロシア系住民が、ロシアの非護を求めるに応じて、ロシア上院は、ロシア軍がウクライナ及び、 クリミア自治共和国で同国の社会、政治情勢が正常化するまで軍事力を行使することを承認した。ロシア軍はクリミア半島の一部の施設を占拠して半島を実行支配し、3月2日にはウクライナ海軍総司令官デニス・ベレゾフスキー提督が親ロシア派のクリミア指導者に投稿した。ありがとうございます。